皆さんこんにちは。岐阜市長の柴橋正直です。2019年7月3日に発生したいじめ重大事態から間もなく丸3年を迎えます。このいじめ重大事態を受けて、教育大綱の改定や条例の改正、またいじめ対策官の先生を各学校に配置をするなど、さまざまな取り組みを進めてきました。その中で教育大綱の改定を通じて、いかにその基本方針を具現化するかということにこの間力を入れてきました。このいじめ重大事態から明らかになったことの一つに、学校の先生方が大変忙しいと、そのことによって子どもたちが相談しにくいということも明らかになりましたので、いかに先生方が子どもたちと向き合う時間を確保するのかという学校業務改革の重要性ということに取り組んできました。今回6月1日から学校と保護者の皆さんをつなぐ連絡アプリを導入しました。これは何かと言いますと、例えば保護者の皆様が朝お子さんが体調が悪いという時に学校に欠席のご連絡をいただきます。ですが朝そういったお電話が何件もかかってまいりますと、すぐにつながらない、そういったことで大変朝お忙しい時間に焦ったという、こういうご経験のある保護者の方もいらっしゃると思います。また学校の先生もこうしたお電話をいただくたびに職員室で電話を受け、欠席について確認をし、またどのお子様がご欠席なのかといったことを入力していくわけですけれども、お互いに保護者も学校の先生も朝の忙しい時間にこういったことを電話等でやり取りをするというのは大変大きな負担があります。これをアプリを使って、まさに朝でなくてもですね、前の日から明日は欠席だというようなことが分かればアプリに入力をしていただいたり、それぞれご都合のいい時間にいいタイミングで入力いただくことによって、学校に出欠席の連絡が届くわけですし、実は先生方の方もこのアプリによって自動的にですね、どのお子様がご欠席なのかということがデータに反映されていくということで、保護者の皆さんも朝ゆとりを持つことができますし、学校の先生方も朝の時間、これまで電話対応等でかかっていた時間を子どもたちと向き合うための時間、さらには授業の準備の時間に使っていただくようになるという、新しい試みです。これはほんの一例ですけれども、こうした様々な教育大綱の具現化を通じて、本当の意味でですね、岐阜市において子どもファーストを実現をしていきたいというふうに思います。市民の皆様には学校、家庭、地域、それぞれが岐阜市の子どもを取り巻く皆様が当事者です。これからもいじめや差別のない岐阜市づくりを市民の皆様と一緒に実現してまいりたいと思いますので、ご理解ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。